こんにちは。アニメなどでたまに見かける、輪っかに結ばれたロープを踏むと足首あたりに引っかかってそのまま逆さ状態で木に吊るされるトラップの構造が気になる。ということで今回は、そのトラップの構造を紹介したいと思います。このトラップは、トリガーとなる部分を踏むと、紐が上に素早く上がり、踏んだ足を捕まえてそのまま吊るし上げる仕組みです。名前は、スネアトラップというらしいです。この通り、物理エンジンで紐を物理的に扱うのは非常に難しいです。ということで、構造は物理エンジンでも説明しますが、動きは実際に作って確認しましょう。まず、このようにしなる木の棒を地面に刺してしならせます。その先に糸を結びつけ、糸の中間地点にも短い木の棒を結びつけておきます。そして糸の先は、こんな風に引っ張ると輪っかが締まるようにしておきます。しなった棒が元に戻ろうとする力で、糸が上に引っ張られますよね。なので、棒が元に戻らないように、短い棒をこのように引っ掛けておきます。こうすると、この短い棒は、回転しようとすることが、わかりますでしょうか。その回転を防ぐための木の棒も設置します。これがトリガーになるわけですね。トリガーとなる木の棒が踏まれることで外れると、しなった木の棒が元に戻り、糸を引っ張り上げる仕組みです。物理エンジンでは難しいです。実際に作りましょう。こちらが本日使う材料たちです。公園でいい感じの木の棒を拾ってきました。地面の代わりに木の板を使います。この通り、よくしなる木の棒です。同じように穴を開け、2箇所に木の棒を刺します。ここにもぶさっと。2本の棒の上の方に、新たな木の棒はゴムで固定します。今こんな感じです。しなる棒の先に糸を結びつけて、この辺に短い木の棒を結びつけますね。結びつけました。糸の先を輪っかにしておいて、これで完成となります。では試してみましょう。木の棒をしならせ、短い棒をこのように引っ掛けます。短い棒は回転しようとしますので、これを防ぐための棒も設置します。こんな感じですね。意外と簡単にバランスは取れます。この上に輪っかにした糸を置いておきます。そして、この輪っかの中を踏むと、見事捕まりました。とってもよくできていますね。どうでしたか？実際に使わないにしても、仕組みを知ると楽しいですよね。工作も普通に楽しかったです。スロー再生した時の音が大好きです。